自己紹介いきましょう、はい、まずは、ミナちゃんはいのんびり、あったり、しっかり、よし、いえた。キューティクルヘアーのミナでーすミナちゃんです続いて続いてはいはい私が先にいっちゃう お菓子とクマはリカのもの。いつも元気なリカです。はい、リカちゃんです。ですそして最後は、しっかりしてそうでそうじゃない、同時の行方。以上、三人、ミニミニギャングがお送りします。はい、それじゃあ、まずはこのコーナー、松田さんって、どんな人,んな人松田一家のバス、松田さんとはどんな人でしょう、うん、それじゃあ、今回は、 りかちゃん松田さんってどんな人えっとね、松田さんね神戸に行きたいって叫んでたよ叫んでたんです神戸叫んでたほらうなずいてるだよねだよねだよね私も行きたいさあ、行きたいね以上、松田さんってどんな人でしたはいや10月になったねみんなはね、秋になるとさらにのんびりしちゃうんだけど 運動会があるから頑張らなくっちゃ。そうだよ。リカちゃん何の競技した？リレーに出たよ。え、リカちゃんがリレー？そうだ。よ早かったっけ？遅かった。だよね。遅いよね。あのね、遅かったのになんで出たかというと、リレーに出るとみんなの人気者になれるでしょ？あ、うん。だからリコをしちゃったんだ。しちゃったんだ。しちゃったんの。

組体操が好きだったんだー。うん、組体操。うん みんなはちっちゃいんだけどねちっちゃい子って絶対上に乗せられちゃうでしょだけどほんとは下の方やりたかったんだどうしてだって支えてるのってかっこよくないえっおいよ疲れちゃうよ。めちゃめちゃんピラミッドのね一番下ってみんなの体重がズンってくるから手のひらとかね膝にねこうのスナックいくんでほんとあれ痛いんだよあそそかかでもなんか乗ってるだけだと悪い気がして。 みんなが今度は支えるよーってなりたかったんだーえだいねみんなちゃんリリアで組体操したいねえ私一番上がいいあ、りかちゃんたぶね、上に乗る人は絶対いくえちゃんなのなんでなんでなんでずらいずらいだねーいくえちゃんがりかとみんなにちょっと団子虫になってって言ってあっという間にいくえちゃんが上にひょいって乗っちゃう気がするあそうかーうん 頭を使わないとね、うん、ね、じゃあさ、今回は頭のいい人の話をしよっかあ、そうだね、うんうん、今日のお話は頭のいい子が登場しちゃうんだけどミナの大好きなお話するんだよなんだろう、うん、うん、じゃあ行くよせーの長い文字,い文字昔々ミナちゃんというとても頭のいい娘さんがいましたある日のこと 隣村に遊びに行ったリカちゃんが何やら浮かぬ顔で帰ってきましたそして庭掃除をしているみなちゃんを見つけるなりこう言ったのですねえみなちゃん今日隣村のいくえちゃんとすごい約束してきちゃったの頭のいいみなちゃんに知恵を貸してほしいんだうん私でお役に立つなら <laughs> ほんといつもありがとう 実は隣村の郁恵ちゃんと話をしていてミナちゃんの話題になったんだ私が「ミナちゃんはとっても頭が良くて可愛くてなんでも知ってるのよ!」って言ったのそしたらイクエちゃんが「じゃあ頭のいいミナちゃんに日本一長い字を書いてもらおうよ」って言われたんだだから「そんなことくらいミナちゃんならちょちょいのちょいだよ」って言っちゃったの「ミナちゃんミナちゃんなら書けるよね」それを聞いてミナちゃんは 頭をポリポリと書きましたうん仕方ないね日本一長い字明日までに何とか考えてみるよやったー次の日ミナちゃんはリカちゃんのところへ行くとニコニコしながら言いましたリカちゃん日本一長い字を書くから隣村のイクエちゃん家に行って ミナのお家からイクエちゃんのお家まで紙を敷き詰めておいてって言ってきてそれと竹ぼうきで作った筆とたらいいっぱいの墨も用意しておいてうん分かったすぐに行ってくるねと言って出かけましたさて日本一長い字を書く用意ができるとミナちゃんは隣村のイクエちゃん家に出かけましたまったくこんなに紙をたくさん並べて大変だったんだからね さあみなちゃん日本一長い字書いてみてよただし書けなかったら紙代を弁償してもらうんだから心配しないでじゃあいくえちゃん私の後についてきてねみなちゃんは竹棒うきで作った太い筆に墨をたっぷり含ませるとつつーっと紙の上にまっすぐな線を走らせましたその線はどこまでもどこまでもまっすぐ続き みなちゃんのお家でようやく泊まりましたいくえちゃんはみなちゃんに言いましたなーにこれこんなのただの線じゃないこんなのは字とは言えないよさあ約束通り紙代を弁償してもらうからねするとみなちゃんはにっこり笑い今まで引いてきた線の最後をピンと跳ねて言いましたはいこれで日本一長い字が書けたよ字だって これのどこがああそう、これはひらがなの詩だよ。こうして見事に日本一長い字を書いたみなちゃんの頭の良さはますます評判となりました。おしまい。ああ、長かった。 長かったねこうやってちなみに隣村までどこまであるんだろうええきっとすごく長いよね私は一体どこからこうどこまで髪を一生懸命敷き詰めちゃったんだようね疲れた大変だったねクエちゃんねトイレットペーパーがこの時あったらささあってバーンってすぐ行けたのにねでみんな習字習ってたからお得意でしただからみなちゃん字が綺麗なんだねいっぱい字書きます習字か私ね習字でね

お腹すいてきちゃった <laughs> もうお腹がすいたから私のコーナー行っちゃおう<ん>リカの幸せレシピピンポンポンポンこのコーナーはリカの周波数が高いためボリュームを抑えてお聞きになることをお勧めしますピンポンポンポンこのコーナーはリカが美味しいご飯をちゃちゃっと作っちゃうコーナーなの 今日はこの場を飛び出して外へ出都合するよ二人とも準備はいいよしてる、テレポーいはい、着きました、うん、安いよ安いよはい。異性のいい声が聞こえてきた<ん>はい、そうですここは築地市場です<ー>なんかあっちでマグロの競りが始まってみたいだよ行ってみようか 気持ちを切り替えて、今日のお目当てちゃんはいるかなぁ <laughs> <laughs> いた旬な季節だからね、いっぱいいるねよしこれを新鮮なうちに持って帰るために、もう一度テレポートだよ二人ともちゃんとついてきてねはいテレポー,トーあー、りちゃん1匹落ちたダメはい、戻ってきました よしこのおめあてちゃんの内臓をしっかりとって塩をふりかけてあとはグリルで焼くだけで完成せいホクホクのサンマの塩焼きできたよー。はあね猫の気持ちがよくわかるあが乗っててとろけるにゃー二人も食べて。ねえみなちゃん,んみなちゃんは魚の骨って食べる うん食べないうん私食べるんだ美味しいねサンマーってさスリムなのにこんなに美味しい身が詰まってるんだね食欲の秋みんなで美味しいものを食べよううん以上リカの幸せレシピでした次はイクエちゃんのコーナーだよはいはいイクエの明日があるさ このコーナーは私育えのようにドジをしてしまったお話を紹介するコーナーですはーいさて今回はですね体育祭球技大会にまままつわるドジな話を紹介しますす、うんはいま、ずはこちらです高校の時徒競走でギリギリ最下位を走りながらコール手前で足がもつめて「危な、ね、い危な、ね、い危な、ね、い危ない!危ない」と言いながらーレーンを脱線して体育倉庫に突進した。うん 痛いねゴール目前だから滑り込みでゴールできたのかな悲しいね次のお話はですね。球技大会でバスケをしていていきなりパスを回されてパニックって同じチームの人にパスしたらそいつの顔面に直撃して鼻血出た痛い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 思わずパスしちゃったんだねびっくりしたんだ痛いね気をつけてねはい、最後のお話ですはい、自分は放送委員会で 運動会の進行役をマイクパフォーマンスで任されてペラペラと進めていったのですが玉入れ競技の時いくつ入れたかを赤組白組ともに123と進んでいき27282940と言ってしまいました。えー、気気づづかないい人もいましたが自分はすぐ気づき 三十一、三十二と言って何事もなかったように振る舞ったつもりですが、顔はゆでだこ状態で真っ赤でした。私もねやったことあるの放送委員会で、と競争で赤組頑張ってください、白組すごいですってやるでしょ。で赤組優勝ですって、赤組優勝しちゃったよって思って。それでは次のメンバーですってこう伸び読み上げ。もうダメ何事もなかった。えみんな。 あと何十年かしたらみんな笑い話だよ大笑いしてごまかしようね <laughs> 以上いくえの明日があるさでした次はみなちゃんよろしくはーいミなのみんなキラキラしてるんだ このコーナーはみんなが気になったものの意外と知らないところを見つけて紹介しちゃうコーナーだよはい。今日は歯ブラシだよ<ー>歯ブラシ歯ブラシは絵の先に数十本ごとに束ねられた繊維がつけられてるでしょで、それが歯について汚れをシュシュシュッと落としてくれます基本的に歯ブラシの繊維の束なことを上の方が つま先、うん、左右がわき、<ー>下の方がかかとって言うんだって。あ<ー>うん、えー、足と同じだね。ね ね歯を磨くときってどうしても大きくゴシゴシ動かしちゃうでしょうん、うん、でも電動歯ブラシみたいにね、早いけど1本ずつ磨いた方が綺麗に磨けるんだって。おー、そうなんだ。そうあとフッ素が入ってる歯磨き粉は長い間、歯に付着してるだけで洗浄力がアップするんだって。まあ、すごいね。みんな歯磨きあんま好きじゃないんだけど、うん、みんなもキラキラの歯にしちゃおー。うん みんなキラキラしてるんだ。でした。はい、ここでミニキャンのミニな情報だよ。はい9月17日に行われたドリームパフォーマンスにお越しくださった皆さんご来場ありがとうございました。10月21日日曜日には江東組祭りのステージで松田一家のアーティスト4組が出演します。場所は都立木場公園。時間は11時から11時半。 その他のライブ情報は右側のブログを見てくださいはい、うん、さらに出演情報をお伝えします、はいはい、松田一家の5組のアーティスト改めドリームパフォーマンスキャラクターズが一区エンターテイメントさんから次世代アイドル革命という CD で9月26日にメジャーデビューいたしました,あった全40アーティストすべて新曲です、はい、あのですね、うん、スピードやエグザイルを手掛けた水島康孝さんがアレンジしてくださいましたぜひ買ってくださいお願いします いそろそろお別れのお時間が近づいてきました。<ら>松田一家では皆さんからのお便りを大募集してます。 ふつおた、質問、励ましのメッセージ。みな、りか、いくえの各コーナー。りかの幸せレシピでは、りかに料理してほしい食べ物。いくえちゃんの明日があるさでは、やってしまったドジなエピソード。みなのみんなキラキラしてるんだでは、紹介してほしいものなどを募集しています。すべての宛先は、matsud.a i k k a, アトマークアトスタ a t o, s u t a, c o m 各ホームページのメールフォームも活用してください。お便りたくさん待っ,待ってますそれでは